SNS とか見ている時に広告で超簡単そうなゲーム出てこない？実はあれがハイカジー。グラフィックがシンプル、そして集客と収益の軸が広告っていう特徴を持つスマホゲームなんだ。ハイカジはなんと世界全体のゲームアプリダウンロード数のおよそ3割を占めている。なんでそんなに人気があるのかって思うよね。その理由はスナッカブルなゲーム性、シンプルな操作、短時間でクリアできる爽快さについついハマっちゃう人が続出。説明書も不要でワールドワイドに遊ばれているんだって。でシンプルなゲームデザインだから高速ローンチが可能、開発期間が短く低予算でリリースできるんだ。情報量が溢れまくっている現代社会、時間が足りないって人もいると思うけど、このハイカジの世界を知るとちょっとした時間でも満たされたいっていう現代の生き方が見えてくる。意外に深い話なのよ。ついつい遊んじゃうハイカジなんだけど、世界的に人気に火がついた裏には思いもよらない発想の転換があったのよ。今から10年くらい前の話なんだけど、フランスでブードゥーっていうゲームを開発する会社が設立されたんだ。代表はゲーム好きで高校の同級生だったアレクサンドル・ヤズディとローラン・リッターの2人。2人はなんであんなおもろいゲームを作れるんや的な感じで評判を呼び、他の会社からいろいろ相談を持ちかけられていたんだって。そんな時社員から思いもよらぬ提案があったんだ。それはゲームを開発するんじゃなくてパブリッシャーに力を入れたらどうかなってこと。パブリッシャーとはゲームの販売元ってことね。それを聞いた2人は、おお、その手があったかと、まさかの大賛成。彼らのゲームをより面白くして売り上げを伸ばし、みんなに楽しんでもらえればお互いにとって勝利の方程式を作れるって考えたみたい。パブリッシャーに転向したブードゥ、ヤズディとリッターの2人は必死に研究を重ねることでゲームをヒットさせるための3つの戦略を見つけたの。1つ目がスナッカブル戦略。これって気軽さって意味なんだけど、2人が注目したのは電車の移動中や行列に並ぶ最中など30秒から2分程度のちょっとした隙間時間。その時間に遊んでもらうために、まるでスナック菓子をつまむような気軽さで楽しめるよう、プレイ時間を短くするゲーム開発を追求したんだ。2つ目はアジャイル開発戦略。これってめちゃくちゃハイスピードでゲームを作っちゃうってこと。実は1タイトルあたりのハイカジのプレイ継続率って1日目は 27%、 時間が経つほどその割合は低くなり、30日目にはわずか 1.75%、 1ヶ月ではほぼ全ユーザーが遊ばなくなるんだって。そこでまず数日から数週間でゲームのプロトタイプを作ることができるフローを構築。その試作版ができたら2週間のソフトローンチ期間を設ける。少額の予算で特定のユーザーにそのゲーム売れる売れないの可能性をテストするんだって。そして改善を繰り返し、あ、このゲーム売れそうかもってデータが出たらフルローンチ完成版をリリースするんだ。こうして競合するハイカジ開発会社が1ヶ月に最大2本ほどしかタイトルを出せない中、ヤズディとリッターの2人は大量にリリースする仕組みを作り出したんだ。そして3つ目がホワイトスペース戦略。これはまだ世に出ていないゲームで勝負するっていうことなんだけど、ハイカジってシンプルなゲームだからどうしても似てきちゃうの。だから類似するゲームがあった場合ツイストを加えるのね。どういうことか、例えば鳥に向かってくる飛行機を避けるっていうゲームと似たデザインのゲームがあった場合、雲をセーフティーゾーンとするシステムを加えるなど少しひねりを足すんだ。ハイカジ人気の一方で、実は今ゲーム業界の売り上げは低迷しているんだって。家庭用ゲームもスマホゲームもご覧の通り。なぜ低迷しているかっていうと、今ってヒット作を生み出すのが超難しいのよ。売れるゲームには高いクオリティが必要で、開発費が5億から100億以上かかるって言われていて、その割にヒットには結びつかない現実があるんだって。もちろん開発費だけじゃなく運営費やメンテナンスの費用もかかってくるから、主要メーカーの7割が赤字転落なんていうニュースまであるんだ。だからこそ1タイトルの平均開発費がおよそ1500万円と安く、テストを繰り返すことでヒット作を生む可能性が高いハイカジに注目が集まっている。今タイパって言葉が注目されているけど、時間をどう効率的に使うかに大きな関心が集まっている。ハイカジの勢いを見ると、エンタメの分野もタイパの価値観がちらほら見え隠れしてこない？僕らが生活の中で自由に使える時間、1日平均6時間20分って言われているそう。でもまとまって何時間も取れるわけじゃなくて、数分とか数十分とかの短い時間がまばらにあるみたい。ってことは、ハイカジってゲーム内容があまりに単純すぎなのになんでブームなのって疑問も、わずかな隙間時間でも最大限何かを楽しみたいっていう人の欲望をバシッと捉えているゲームだからって言えるかもしれないよね。そう考えるとなんかこう
現代社会の複雑さが透けて見えてこない？さあ、明日からの隙間時間、スマホを持つあなたは何を思う？